コルベ・シュミット反応とは、アルカリ金属のフェノキシドに高温、高圧下に酸化炭素を作用させて、オルトイをカルボキシル化させ、酸による中和後にサリチル酸を得る有機化学反応である。その名は、反応を発見したヘルマン・コルベと、高温、高圧条件を見出したルドルフ・シュミットにちなむ。サリチル酸は、アスピリンの専務体であり、その工業的合成法において、 重要な反応である。コルベシュミット反応ではまず、フェノラートアニオンのオルトくらいの炭素が二酸化炭素へ、嗅覚的に孵化し、生じた孵化体が続いて、熱分解を受けて、サリチル酸オとなる。最後に、酸で処理して、サリチル酸を得る。創設、リンジー、AS ジェスキー、H、ケン、レブ1957、57、 583から620、ドイ、10.1021、c r 5万1 6 a 0 0 1コール B、AWH ケ県、ファーム、1860、113、125から127、シュミット、RJ、ブロクト、県、1885、31、397から411。ありがとうございます。